皆さんこんこにちは佐佐藤藤大輔です佐藤のラジオ第120回よろしくお願い、しますはい今回は明治安田生命 J1 リーグ第31節名古屋グランパス対ヴィッセル神戸の試合の感想について話をしていきたいと思います。はい、良かったですね、まず良かった。いい勝利でしたね。久々にこんな快勝といいますか、リーグ戦は。 もう、ほぼ丸々3ヶ月ぶりの勝利ですねもう待望に次ぐ待望の勝利というところではないでしょうかね。あの私もそうですしあの、ね、ファンサポーターの方も本当に長い間、この瞬間を待ちわびたというような状況だと思います。でもう正直、なかなかチームが勝つっていうことをイメージしづらいというか、うーん試合の前は。 勝ちましょうって言うんですけれどもねなかなか不安な気持ちが半分じゃ効かないですねもう7割8割ぐらい不安なし気持ちがあるっていう中であのー、3対0での 解消ということで、まあ、グランパスらしいというか、<laughs> あの、いい意味でも悪い意味でも期待を裏切るようなチームっていうような <laughs>、あの、ところはあるので、ただね、今日に関しては本当に最高の結果が出たと思います。で、今日、トヨタスタジアムもね、3万7000人を超える、あのー、観客が入っていたようですし、気候も最高ということで、あ、あのー、本当に最高の試合を披露できたんじゃないのかなっていうふうに思います。 で、それ、あの、少し試合を、まあ、振り返りというか、うん、あの、していきたいと思います。で、試合の方なんですけれども、グランパス、フォーメーションは予想通り4、4、2でしたね。その、試合前の発表されたスタメンを見ると、登録ポジション的に4、3、2、1でいくのかなとも思いましたが、実際の並びは4、4、2でしたね。 で、やっぱりフィッカデンティ監督守備からあのサッカーを考える監督だと思うのでその442の並びでどのような守備をするのかあの陣形を取るのかっていうのがまずは注目っていうところでしたかねで試合始まってみると、まあ、守備の時はしっかり44でブロックを作ってスペースを消してっていうような守備の仕方をしていす いましたねでまああのー、ツートップでプレッシャーかけれるところはかけるとあんまり前からのプレッシャーっていう感じではなかったですけれどもで試合開始後しばらくは押し込まれる展開でうん嫌だなとあのー、昨日ちょっと心配してたようにちょっと重心が後ろになりすぎかなっていうような風に見てましたねたこのままずっとこういうふうだとちょっと怖いなと思って。 ました,ただね、ねその心配はキーウに終わったと言いますか前半12分前田選手の素晴らしいゴール本当に素晴らしいゴールが決まりましたね。でまあ前田選手の得意な形からのゴールでしたねただその今までとシュートが少し違って、まあ、今まではあのー、外から巻いてくるようなシュートが多かったんですけども今回はもうズドンと。 突き刺さるような、もう本当に見てる方も最高に気持ちのいい、気持ちの入ったいいゴールでしたね。あの、なんかここ最近の鬱憤を晴らしてくれるような、本当にいい時間に先制点が、待望の先制点が入ったっていうようなゴールだったと思います。 まあ、ところがですねところがというのはあのこちら側の問題なんですけれども早い時間に得点が入ってあのここからどう戦うのかなというふうなところも注目かなと思ってましてそのなんていうんですか情けない話と言いますかこんなに早い時間にグランパスが得点するっていう気持ちの準備が私はできてなかったのでこれからの時間どう戦うんだろうなーってちょっと消極的なネガティブな気持ちも 出てしまう先制点早く取れたのはいいけれどもこっから守りに入るのはしんどいぞっていうような思いが正直ありましたただね実際にのチームはその極端に守備的になるっていうこともなくあのいいバランスで試合を進めていたように見えましたその中で前半23分泉選手が決めてくれました 泉選手が決め、これもいいゴールでしたね。泉選手のゴールなんですけれどもあの前半のうちに追加点を奪,奪えることができたという最高のゴールだったと思いますし、まあ、このゴールも,もう前田選手のお膳立てが素晴らしいというようなところでしたね。あの前田選手、縦に今度は仕掛けてペナルティエリア深くをえぐってそこからクロスを上げて泉選手が走り込んで決めると。 で前田選手の仕掛けについてはやっぱり相手のディフェンダー失点のシーンが脳裏をよぎるというか絶対頭にあったと思うので中に来るんじゃないのかっていうのはどっか頭の中であったと思いますそこを縦にねズバっといったので、あのー、抜けたと前田選手もこれが本当に素晴らしいですよね中も縦もいける基本的には中。 行ってあのシュートを狙うっていうのがあのファーストチョイスのようには見えますけれどもその何回か一度に縦に抜くとこれが多分非常に効いていて相手も中に絞りきれないでただ中は意識しているとたまに縦が来るとあのやっぱりドリブラーとして縦も中もいけるっていうのはあの非常に武器になるのかなっていうところですよね。 でまあ泉選手のゴールと。で泉選手、私はあのグランパスの中でもあの強く推してる選手の一人なので、私も個人的にも泉選手は非常にゴールは嬉しかったんですけれども、あの今日の試合、泉選手、ゴールのシーン以外でも非常に目立った活躍をしてたんじゃないのかなと。あのドリブルだったりあの、ボールキープだったりっていう、本当に気の利いたプレーを。 ししていいたんでではないでしょうかねあのまあ泉選手器用な選手なんでねインサイドハーフとかもこなしてしまいますしまあ引いてはサイドバックもっていうようなこともありましたけれどもやっぱり攻撃的なポジションでねその能力を発揮してほしいなっていうところはありますねなのでやっぱりサイドハーフあの泉選手本当に適性のあるポジションなんじゃないのかなっていうふうに思って見てましたで えーと前半の23分に2対0になるというところで本当にあの試合展開としてはもう最高の試合展開でしたね。であのその後前半、まあ、相手にボール持たれる時間長かった。 たんですけれども、まあ、危ないシーンも少しあったんですけれども、そこまで大きく崩されるっていうことはなかったんじゃないのかなと守備としてはしっかり機能してたんじゃないのかなっていうふうに思いました。まあ、2対0っていうスコア的な余裕もあったと思いましたし、あの当然相手は前に前に出てくるんですけれども、それにグランパスはしっかりあの対応できてたんじゃないのかなっていうふうに思いました。 で前半は2対0で追われたと、もう最高の形だったんじゃないですかね。あの0で追われる、かつ2点も奪う、2点のリードで前半を終えることができたと。でただやっぱり応援している側というか、私はあの弱気の,あの気持ちがどうしても抑えきれずにですね、前半2対0で追われたと。ただ、ここから後半、あのしっかりと。 あのー、気持ちを締め直してあのー、戦わないとあのー、まさかの展開が待っていても嫌だなとあのー、ね前半、最高の気分で終われた分あのー、そのまま、まあ、そのままでいくことはないだろうなと思いつつあのー、不安半分で後半開始を迎えるというところですけれども後半開始時点での選手交代はなしというところで。あのー 後半ね、45分あるので後半もね先に点を奪えればこの試合かなり有利に進めることができるなぁと思いつつもあのもしね失点先にしてしまうと要は2対1のスコアになってしまうと一気に相手ペースになって、あのー、攻め立てられるっていうのが怖いなっていうのも思いながら試合を見ていました。でそんなな情けないサポータータの考えを、 1一周してくれるかのようなゴールが後半9分にまた決まると前田選手がまた決めてくれたとあのただこのゴールねジョー選手がの落としも素晴らしかったですしねまあ、前田選手しっかりとあのキーパーの股を抜いてっていうあの簡単じゃないゴールだったと思うんですけどしっかり決めてくれたで後半の開始早々,早々というかまあ9分に決めてくれて で、このゴール、ジョー選手のアシストが記録されると思いますし、あの、ジョー選手もね、目に見える形での、あの、結果が出たということで、あの、うん、少し気持ちも落ち着いて、あの、ね、楽になって、で、これから、もっともっと、 得点だったりアシストだったりであの活躍してくれるんじゃないのかなというふうに思いますなのであのチーム的にも大きいですしその城選手にアシストがついたっていうことも大きなゴールだったかなというふうに思えますでただ後半16分ぐらいでしたかね前田選手がちょっと足膝なんでしょうかねを抑えて倒れてしまうと少しドキッとしましたけれどもまあその後立ち上がっていましたしまあ 大丈夫そうですね大丈夫じゃないと困るのであのー、その後すぐに後半18分前田選手アウト清水選手インでまあ、前田選手、そのままベンチにいたのであのー、まあ、大丈夫なんでしょうねでまあ、この交代に関してはまあ前田選手大事を取るっていうこともありあるでしょうし3対0っていう得点差を考えて清水選手を入れて 試合をコントロールするバランスを取るっていう意図もあったのかなとまあここで清水選手を入れることができるっていうのは大きいですよね清水選手がベンチに控えているっていう意味であのー、非常に大きいまあ清水選手もずっとあの今シーズン出てたのでやっぱり疲労も溜まってると思うので少しあの休みも取ってもらいつつっていう とこであの、ただやっぱり清水選手の能力っていうのはあの必ずチームにとって必要になってくると思うのであのこういうあの必要な場面で入れられるっていうのはいいのかなっていうふうに思います。で後半23分にはネット選手アウトでシャビエル選手インと。まあネット選手はあのー、どんな試合でもマイペースというか常に自分のリズムでサッカーをしてるという感じですね。 まあねそのどんな試合でもかなりテンションの高い試合プレッシャーのかかる試合でも同じようなプレーができるっていうのは選手としてとても素晴らしい能力っていうことなんだと思いますただまあネット選手あ,あの見てる方はちょっとハラハラするプレーもあのー、試合のうちに何回かはするっていうのはまあこれご愛嬌というかもうネット選手はもうそういう選手っていうところなんですけれどもねでここで交代で入ってくるのがまたシャビエル選手とでシャビエル選手 ちょっとここ最近ね、ね、数試合スタメンでの出場は減っているっていうところはあるんですけれども、まあ、こういう機会にぜひアピールしてほしいなと思っていました。あのやっぱりシャビエル選手もあのもっともっとあの活躍できると思いますしシャビエル選手の,あの調子が上がってくればチームももっともっとあのいい結果が残せるんじゃないのかなという,ふうに思います。 でその後はまあグランパスうまく試合をコントロールできていたんじゃないでしょうかねあの3点リードがあるっていうことを踏まえたあのー、戦い方ができていたんじゃないのかなというふうに思いますまあ、ボール保持で言うとあのビッセルの方が多かったように思いますけれども時折、ね、カウンターでしっかり相手あ、あのー、を脅かすとあのしっかりチャンスも作れてたっていうところはあったと思いますし、ねまあ、そこであのー、1点、2点と取れれば さらに良かったんですけれども、ね、まあ,あのそんな多くを望むことはできませんしもう今日の結果で十分3点取れてますからね。であの今日も相変わらず相手にコーナーキックを多く与えていましたが、まあ、しっかりとあの跳ね返すこともできていたしあの対応できていたんじゃないのかなと思います、まあ。あと相手がショートコーナーを選択することも何度かあってそれがあんまり効果的じゃなくて、まあ、グランパス的には少し助けられたかなっていうところは あっったんじゃなないいいのかなっていう,ふうに思いますで後半47分にアーリア選手アウト赤崎選手インとアーリア選手ねあのー、今日あのー、しっかりと役割を果たしてくれてたんじゃないのかなと思います途中まあミドルシュートあのー、打つシーンもあったりということでまあ、守備面での役割があのー、多分監督からはねあのー、そこをしっかり言われてたと思うんですけれどもその部分 かかかなななりりしっかりやっやててくれてたんじゃいいのかなと思いますあの3対0での、ね、勝利っていうのにアリア選手も大きく貢献してくれたんではないでしょうかね。でまあ赤崎選手、まあ、出場時間はかなり短かったですけれども、まあ、気合十分という感じであの前線から相手をしっかり追いかけたりね裏に抜けるような動きをしたりということでしっかりとあの気持ちっていうのは見せてくれたかなと。赤崎選手ももっともっっととね アピールして、あのー、試合に絡むようになってくるとやっぱりグランパスの選手層の厚みっていうことにもつながってくるでしょうしね、あのー、赤崎選手がその何て言うんですかねセンターフォワードだったりポストプレーだったりっていうところであとはまあ得点力もそうですけれどもそういうところであのあのもっともっと、あのー、能力を示してくれると、あのー、やっぱり城選手の まあ代わりというか、上選手だけに頼らなくてもいいような、あのー、状況になってくると思うので、赤崎選手も今後、ますます期待かなというふうには思います。で、試合としてはそのまま3対0での勝利ですね、素晴らしい結果だと思います。あの昨日の動画ではあの、勝つために複数得点が必要なんじゃないかというようなことを言ってましたけれども、それはその、 結局、裏を返せば、グランパス、今のグランパスが無失点に抑えるのは難しいから、勝つには複数得点必要なんじゃないかな、みたいな言い方をしてましたけれども、もう反省しないといけないですね。もう3対0で勝つと、ああの、素晴らしい結果を残してくれました。で、この残留争いのプレッシャー。 がかかる残り試合も少ない中であのかなりプレッシャーも選手感じながらの試合でこういう素晴らしい結果を残してくれた選手っていうのは頼もしいと思いますしねあの選手の自信にもなったあのねやっぱりやれるんだっていうふうに 思うやっぱりあの選手能力高かったにもかかわらずずっと結果が出てなかったっていうところであの不安な気持ちも選手もあったと思うんですけれどもあのー、しっかり戦えばやれるんだっていうことを感じれたのであれば非常に大きな勝利今回の1勝っていう意味以上の価値のある勝利だったんじゃないのかなと思います。でああのののの選手の頑張りっていうのはもちろん、あのー 今回の試合でいうと大きかったんですけれども、フィッカデンティ監督の決断っていうのも見過ごせないのかなと思っています。監督はやっぱりあの自身としては4あの4-3-2-1っていうところを基本ベースに考えておられる監督なのかなと。 思います。ただやっぱりその,あのフォーメーションでなかなかいい結果が出せなかったっていうことからあの4四2に戻してあの今回の結果につながったっていうところもあるので,でそこをしっかり戻すことができるあの自分の考えだけを押し通すのではなくてあの現状を見ながらあのより現実的な選択を取っていけるっていうのはあのこれはなかなか 全ての監督ができる決断ではないように思います。やっぱり監督にとっても自分の哲学っていうことに関しては強いプライドだったりこだわりっていうのを持ってるでしょうからね。どんな状況でも、あの、そうやって戦うんだっていう監督も多いとは思うんですけれども、あの、フィッカデンティ監督は、まあ途中で引き受けたっていうことはあると思うんですけれども、その中で、 あのフォーメーションを442に戻してあの結果を勝ち取ったっていうところで非常にそういう柔軟性も持ったあの素晴らしい監督なのかなっていうふうに思いました。であのここ最近ネット選手だったり、ね、アーリア選手がスタメンで出場して、まあ、今日なんかもそうですししっかりとあの結果を残すっていうことによってベンチにねシャビエル選手だったり清水選手を置くことができる。 っていうことはこれは一つその戦術の幅を持たせるっていう意味であのー、いい効果その副次的な効果だとは思うんですけれどもいい効果だと思います。あのー シミ選手入れる、シャビエル選手を入れる、どの選手を下げるっていうことで、そのより攻撃的にいくのか、ゲームをコントロールするのかっていうところで、その戦術の幅っていうのが広がったように思います。で、もちろんね、シミ選手だったり、シャビエル選手はもともとスタメンで出ることも多かった選手ですから、今の状況は満んじて受け入れるってことはないと思うのでね、練習からしっかりと競争が生まれてあの、チーム力を高めることになっていくんじゃないのかなっていうふうに思います。で、サイドバックに関して、 言ってもあの、これまでやっぱり吉田選手っていうのがファーストチェチョイスだったと思うんですけれども今回ねあの太田選手が左で出て、まあ、右宮原選手で0で抑えたっていうことになるとやっぱり評価も上がるっていうことなのでそこも競争が生まれると。 思うのでね、やっぱり同じ選手がずっと出てるっていうことまあこれいい面あるんですけれどもやっぱり今のグランパスやっぱりあのベンチも含めた選手層の底上げっていうのは必要だと思うので、あのー、そういうことも図らずともできてるのかなっていうふうに思いますしやっぱりうーん。 1一つ勝つっていうと本当にこれだけポジティブなことをどんどん喋れるっていうことですよね。本当に今日の3対0の勝ちっていうのは大きいですしもう今週1週間はあのこの勝ちに浸りたいというかあのまた暇な時にハイライト動画を眺めてあの前田選手のゴール泉選手のゴールっていうのをもう何度見るのかわからないようなことになるとは思うんですけれどもまあこれ。 このためにグランパスの,あのサポーター、ファンサポーターをやっていると言っても過言じゃないですからね、もう勝った時は本当に嬉しいということだと思います。で、あのー、リーグ戦のことを考えていってもね、この勝ち点3というのは非常に大きいと思いますし、さらにその勝ち点が詰まっている中でね、得失点差をプラス3積み上げることができたということも非常に大きいと思います。 で、今日の試合っていうのはあのチームにとっても大きな自信になったと思いますし残りね、3試合あのいい試合見せてほしいなというふうに思います今日は本当にいい試合いい結果だったと思いますあの最高の週末が迎えられるんではないでしょうかはい、今回は明治安田生命 J1 リーグ第31節名古屋グランパス対ヴィッセル神戸。 グランパスが3対0でヴィッセル神戸を下した試合についての話をしてきました。そんなところで佐藤のラジオ第120回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。